今日は鮭とひじきの炊き込みご飯ということで、炊飯器がもし壊れてしまった時のバックアップ体制としても使えますので、今日はあの炊飯ご紹介させていただきます。そうしましたら早速丸1番です。米は洗って30分以上浸積しますということで、しっかりとお水を吸収するとこんな風にもち米のように真っ白になります。この状態になるまで必ず浸積してあげてください。続いて丸2番です。鮭に塩を振りますということで、こちらですね、皮も取って骨を取った状態で 50g の切り身で用意していただいております。続いて丸3番です。カッコ B を鍋に合わせて沸かし炊き汁を作りますということで、今映っているのが炊き汁になります。で、今日のように炊き込みの場合はですね、お米に対して 1.1 倍の炊き汁を用意していただくとちょうどいいですね。そうしましたら丸4番です。ホテルパンにセットしていきたいと思います。65ミリのホテルパンに水を切った米、炊き汁を入れ平らになるし、丸2番のお魚とカッコ A の具材を乗せ蓋をして加熱しますということ で、このままですと浮きムラができてしまいますので、このようにして平らにしてください。鮭とか具材を乗せていくんですけど、先にひじきが多いのでひじき入れちゃいますね。具材はですね、できるだけ全体に均一に乗せていただけると良いです。あと人参ですね。はい、そしてその上に鮭を乗せていきます。はい、ということでホテルパンにセットが終わりましたので、このようにですね、裏返してドーム状にして蓋をしてあげるようにしてください。コンビモードの蒸気量 100%、 温度が200度で時間が25分ですね。はい、で運転スタートです。こんな感じで出来上がりました。ただ混ぜるときはですね、一度鮭ほぐしてから全体混ぜていただけると良いです。しっかりと全体混ぜたらご飯は完成になります。